明けましておめでとうございます。2024年、はい、やってまいりました、はい。ワークの2024年はどうなるでしょうか。皆様、新製品怖い、そんなこと言わないで、新製品をたくさん用意しましたよね、はい、和田さん、はい、ね、バッチリ大丈夫、うん、大丈夫、あの準備万端で、はい、いろいろ、アート・オブ・ホイールズを用意しておりますので、うん、はい、ぜひ皆さん、1月はまずはオートサロン、はい、で2月は大阪でオートメッセありますので、はい、久々に、はい、ぜひあの皆さん来場していただいてリアルに実物を見ていただきたいと思います、はい、どうぞ今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。で今そのね、うん、社長からお話があったように、はい、オートサロン、うん、そして久々のオートメッセ、はい、そう出ますよ。久々に皆さんと会えるのもすごい楽しみな感じ、ね、そうなんですよ。まだオートサロンってね、オートメッセってこう空気が違いますし、うん、ね、あの来客される方々のね、うん、あの層みたいなの違うので、はい、で、ま、で2023年と同様に、うん、またオートサロンでも、うん、YouTube の方をね収録させていただきますし、私たちがね、うん、はい、で今回はちょっと、ま、変えてあのねちょっとあの来てもらったね、うん、方々にインタビューでもさせていただこうかなと思ってるんで、うん、そうですね、もうね出たいって方は、うん、もう自己申告制でね、そうですよ、アピってほしい、言ってほしい、うん、アピってほしい。ただ私たちがいる日程ちょっとお伝えしといてもいいんじゃないですか。土曜日までです。はい、オートサロンは、うん、1月13日の土曜日の、夕方前ぐらいまでいまして、でオートメスに関してはフルでいます、うんうん、はい、オートメスとかなんか次の日の月曜日までおろって言ってたよな、インテックスに。え、月曜日は関係なくない？うん、おろって言ってた。あの和田くんはなんか搬出作業でまた別の仕事で、あれ、あれちゃうかったっけ、土日月じゃなかったっけ。ああそうそう、だから和田くん火曜日まで、火曜日まで、はい、寝袋はそうそうご用意されました。和田くんは和田くん水曜日から火曜日までいるんで、うん、ない、あの、はい、あの、もう、もうほんま設置から何もかも、あ、そうなんや、そうそう、知らんか、報告受けた、忙しく、忙しく、俺も今知って忙しくなるね。まあまあ、だから、はいはい、オートメッセでもね、うん、あのワークブースに来ていただいた方へのインタビューと、はいはい、また、自己紹介とね、お車の紹介していただければ、はい、ぜひ、あの、僕ら、あの、聞かせていただきますので、はい、ほんま楽しみですね。楽しみ、だから、オートサロンはまあ、去年、ね、出させていただきまして、ええ、まあ、コロナ禍があって断念してたけど、まあ、やっと再開できて、うん、まあ、オートメッセね、やっと再開できる、復活で、何を言うてもね、オートメッセね、地元なんで、はい、地元スペシャルでいきましょう。そうだから、ね、もうコロナ禍でこのもう抑えてたもう怖くてもう爆発するんで、いや、ごめん、あの、和田くんは大丈夫かな、いや、いや、大丈夫かな、ごめん、お願いやから和田くんが爆発せんといて、え、抑え気味で、抑え気味で、抑え気味にして100円から、和田くんは。抑えてやる。ちょうどいい。和田くん、抑えて100円。ごめん、俺自分のバロメーター分かってないわ。うん、バカになってる。バカになってる。うん、バカ言う。ずっと蛇口出てんで。蛇口出てる、出っ放しよ。だから、ひね、和田くんが抑えたら、やっとこうひねってるから。そこよ、いいね、100円。それも100円。抑えて。ちょっと不安になってきましたね。だって結構聞くし、なんか、和田さん。ちょっとほんまに不安になって、大丈夫？大丈夫？大丈夫？大丈夫です。ブレはなきよ。いや、もう、ね、もちろんでございます。まずね、まあ、はい。来ていただいた皆さんなので、はい。本当に、あの、2024年も、ワークと、このワーク YouTube チャンネルを、はい、本当に、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、また今年もよろしくお願いします。はい。お願いいたします。お願いします。ハッピーニューイヤー。ハッピーニューイヤー。